はい、セリカさんです。今回はガンダムベース限定ハイグレードガンダム TR6 ウーンドウォートクリアカラーを制作していきます。このキットを複数の蛍光塗料とパール塗装で派手にしていこうと思います。この動画を最後まで見ていくうちに蛍光塗装とパール塗装の面白さが伝わると思います。それでは早速作っていきましょう。最初にパーツを切り離すのにこれらの道具を使っていきます。パーツは二度切りで切り離していきます。切り離したパーツについている余分な部分はアルティメットニッパーで切り落としますが、パーツの形状によっては綺麗に切り取れません。ニッパーはハサミみたいに直線に切るので丸みがあるパーツは難しいです。そんな時はデザインナイフを使って整えます。ニッパーの切り跡を手でなぞると少し段差があるように感じるので、その部分を削っていきます。アルティメットニッパーも便利ですが、デザインナイフがあるといろいろ応用が効くのでいいですね。次にパーツを組み立てる時ですが、分解しやすいようにパーツのピンを斜めに切ります。ピンを斜めに切るとダボ穴に入った時に接触面積を減らして分解しやすくなります。注意点はピンを短く切りすぎるとダボ穴に入らなくなるので気をつけてください。ダボ穴を切った場合と何が違うのか疑問に思う方もいると思うので軽く切ってみましょう。これをパーツの表面から見ると切り跡が見えてしまいます。普通のキットなら問題ないですが、クリアカラーは透けて見えているので、これをなくすためにピン側を切るようにしています。ゲート処理はアルティメットニッパーやデザインナイフを使っても難しいパーツがあるので、こういったものはヤスリを使って消していきます。ヤスリは400番から1500番まで使ってやりました。強く擦ると手が滑って余計な部分まで削ってしまうかもしれないので、優しく作業をしていきます。このパーツの場合は小さな出っ張り部分もあるので慎重に作業しました。ヤスリ作業が終わったら超音波洗浄機で削りカスや手の油などの汚れを落としてきれいにします。洗浄後のパーツがこちらになります。1500番までやってもヤスリ跡は残りますが、最後にトップコートを拭けば消えるので大丈夫です。ここまでやってから塗装作業に入ります。キットに足りない色を部分塗装で補っていきます。このパーツだと縁部分を塗装したいので、そこ以外はマスキングしていきます。このパーツはマスキングテープで覆った後に塗装したい箇所のテープを切り取る方法にしました。簡単な形状のパーツだったら楽でいいのですが、複雑な形状だとマスキングって本当に難しいですね。塗装はエアブラシでやっていきます。使用した塗料は GX クリアパープルにクリアブラックを1対 0.3 ぐらいを目安に目分量で適当に混ぜた塗料です。塗装が終わったら1時間ほど乾燥させてからマスキングテープを取っていきます。マスキングテープを剥がすときって塗装した箇所も傷つけそうで怖いですね。今回は綺麗に塗装できているようなので、このまま次の工程に進みました。ガイアノーツのエナメル蛍光塗料を複数使ってパーツの表裏に墨入れをしていきます。墨入れの方法ですが、1つのパーツに複数の塗料を使っていきます。爪楊枝先端に塗料をつけてモールドに沿って塗っていくだけです。濡れているのか分かりにくいので、ブラックライトを当てた状態で作業してみます。余分についた箇所は後で拭き取れるので、とにかく塗っていきましょう。作業が終わったら5時間ほど乾燥させます。乾燥が終わったらエナメル用薄め液と綿棒を使って余分な塗料を拭き取っていきます。やり方は綿棒に薄め液を含ませて余分な塗料がついた箇所をこするだけです。綿棒は赤ちゃん用綿棒を使った方が先端が細いのでやりやすいので、100均で買っておきましょう。作業が終わったパーツがこちらになります。ちゃんと複数の色が発光してくれているのでいいですね。こんな感じで他のクリアパーツも作業していきました。次にパール塗装をするのですが、部位ごとに一気に塗装するために先に組み立てておきます。部位ごとに塗装した方が楽なだけで、パーツ1個1個やっても問題はありません。クレオスのクリスタルカラールビーレッドをエアブラシで塗装していきます。エアブラシは塗料が詰まるのが怖かったので口径 0.5 ミリを使いました。この塗料ですが、光の当たり方によって赤く見えたりする面白いパール塗料となっています。ルビーレッド以外にもいろいろ種類が販売されているので、買う前に調べてみてください。塗装前と塗装後を比較してみましょう。質感が良くなってるし、光の当たり方によって赤く見えるのが面白いですね。パール塗装は何回か重ね塗りをしないと分かりにくいので、気に入る質感になるまでやった方がいいです。パール塗装後にはトップコートの光沢を拭くことによってより綺麗に見えるようになるのでやっておきましょう。この作業を全部のパーツにやって完成です。
塗装前の仮組と比較するとこうなります。塗装前はほぼ白パーツのみで構成されているため、ちょっと部分塗装するだけでも印象が変わりますね。近くで見た方がパール塗装が分かりやすいです。元のパーツもいいですが、パール塗装をすることでより一層綺麗に見えるようになります。ブラックライトを当てると蛍光塗料がしっかり発光してくれます。ちなみにこのキットには透明な台座が付属してくるので、それも蛍光塗料で塗装しています。蛍光ブルーはあんまり派手に見えなかったので、この台座だけ使っています。武装はさっきまでのライフルモードと今のクローモードに変形させることができます。クローモードのための台座も付属してくるので、至れり尽くせりですね。変形はパーツを付け替えたりして若干面倒ですが、難しくはないので2分もあればできると思います。武装が変形するのはロマンがあっていいですね。最後ですが、モビルアーマーに変形することもできます。こちらもパーツの付け替えが必要で、武装の変形よりも工程が多いです。ただ工程が多いだけで難しいことはないので、説明書通りにやればできます。見た目ですが、小さくなって丸みも強調されてる感じですね。かっこいいのか可愛いのか、人それぞれ感想が分かれそうで面白い見た目になっています。今後もこんな面白い見た目の変形機体が増えてくれると、ガンプラ作りもより楽しめそうです。今回はガンダムベース限定ハイグレードガンダム TR6 ウーントウォートクリアカラーを制作しました。このチャンネルではクリアカラーキットを中心に動画を投稿しています。チャンネル登録の前に再生リストかエンディング画面から他の動画もご視聴ください。それではご視聴ありがとうございました。